負けた負けた、とんでもねえなお前らは。速攻だな。人と妖怪の絆か。お前たちが、見えなかった。案外いいようになるかもな。頑張れよ妖怪探偵団。なりませんよ王には。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでタマモンを追いかけよう。どこ行った？あ、いたいたいた。どこすか、タマモン。かわいいな。めっちゃかわいいやん、ちょっと。にゃんこたち。めっちゃ全然緊迫感ない、私。さあ、どこ？あれなんやね、相変わらず外は、こんだけ緊迫してても、めちゃくちゃのんきな音楽なのね。まあ、他の人たちにとっては関係ないか。これ、タマモはさ、普通にいるの？それともまたなんかに化けてるの？あ、なんかあの範囲やね。範囲とかがあるってことは隠れとるってことかな？化けとるとかでもなく。どこ？まだこっち？どこ？あ、そっちっすか。ごめんごめん。全然反対方向行きよった。素直くん何やってんの？この子と話してんの？どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？真面目に働いてきたからですかね。真面目に働いてたら妖怪はでかくなるんすか？ちょっとわからないんだけど。そういう感じなのかい？あ、この辺に。そっち？何？どこ行ったの？上がる必要ありました。え、何？どこ？こっち。あ、待って、その前にちょっと、よいしょー。ミュージックカード3個手に入れた。やったね。で、どの辺？どこ向いてんだか全くわかんねえな。まあ、とりあえずなんかこの辺。ちょ、待って、これで。ん？なんか、待って、とりあえず B の方から調べたいんだけど、 A がタマモじゃねって思うけん、ちょっと待ってね。ゴリゴリくんや。あれ、 B あっちやん。ん？あれがタマモだな。タマモって B ランクなん？マジで？じゃあ A ランク誰？なに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 ？あれ、ロボニャンがおる。どうした、ロボニャン。かわいい。ロボニャンを見つけた。何？ステルスモードが解除された。ならば次はバトルモードだ。マジか。かわいい。もうなんかいっぱい引き連れている。まあね、急に人間がやってきたと思ったらステルスモード解除されたらびっくりするか。じゃあもうグレートか。そして、大蛇山フェスティバル。お、昏睡通るチャンスやん。レイ。コイ。コンゲッ。こっちも。はい、コンゲッ。みんな。いいね、いいね。そして、雪女。みんなのコンをひたすら抜き取っていく。恐ろしい。コンゲットしかしてないんやけどね、ふみちゃん。あと全部みんなが倒してくれた。イエーイ。あ、いなくなった。マジか、つらい。やそして、どうしてそう学習しないかな。あ、どうも。気にしないのね、横にいる女の子のことは。あ、なんで同じ人に化けるの、しかも。人間ってだけでもあれやけど。タマモを見つけた。タマモ！一度見破られたくせにまた同じ姿かよ。バレバレだっつーの。ほら、やっぱり思うよね。しつこい連中だね。お前たちに話すことなんか一つもないよ。お前、その気がなくても言わせてやる。おとなしく魂を送って妖怪のことを教えるんだ。私だって命は惜しいのだ。そんなの教えられるわけがない。う
俺たちは閻魔舞踏会に行ってそいつを探してる。お前が話してくれさえすればそれでいいんだ。見張られてるの？え、お前たちまさか閻魔舞踏会に出場しているのか？そうよ。こいつは傑作だ。勝ち進んでるからね、ちゃんと。真正面からあのお方に倒されに行くなんて、ここまでアホだとは思わなかったぞ。ふざけるな！俺たちがそいつに負けるとでも言うのか？そうに決まっているさ。そういうことなら教えてやろうかね。お、教えてくれるんや。あのお方とは閻魔大王様の実の息子さ。その名も。あ、消された！見張られとんや、やっぱり。ああ、そんな、私の体が、体が。あ、意識はあるんですか？卵が、魂になっちゃった。あ、回収されてく？口のヘラに集め、勝手がすぎるぞ。お願いです。どうか命だけはお助けを。あなた様をうなぎるつもりは微塵もございません。無様な奴め、こんな姿になっても命乞いか。お前の主は、主である私のものだ。たまもの主だって？ってことはこいつが、真のお母さんや月のお姉さんの魂を奪った妖怪。閻魔大王はそのことを知ってるの？私のことをこそこそと嗅ぎ回っておきながら名前も知らんとは、惨めな連中だ。我が名は支援。閻魔舞踏会の覇者となり、次の閻魔となるものだ。子供がおるんやったらそのまま受け継げばいいのに、そういうわけにはいかんねやね。やっぱ正しい人を閻魔にしたいってことかな。支援、お前が姉ちゃんたちを。大王が父を許したというのは貴様らか。人間ごときが骨を魔界に何をしに来た？くそ。俺たちはお前と戦うために来たんだ。姉ちゃんやみんなの魂を返してもらうぜ。愚かな。人間の魂が閻魔の座よりも重要だというつもりか。それの何がおかしい？まあ閻魔の座とか人間からしたらどうでもいいんで。短い命を無駄にあがいて生きるより、私の力になる方がよほど役に立つだろうに。人間に何か関係が？ふざけるな！俺たちの命は俺たちのものだ。お前なんかの好きにはさせない。やはり人間という生き物は浅はかだ。その考え、閻魔舞踏会で垂らしてやる。決勝まで勝ち上がってこい。この支援が新たな閻魔として、お前たちに裁きを下そう。でも強ければいいってもんじゃないって閻魔大王言おったけんさ、多分君は閻魔にはなれないよ。正義感がないもん、微塵も。あ、あんなのが閻魔大王になるって？まるでもう自分が王様だって言ってるみたいだった。支援、絶対に倒してみせる。みんな、苦しい戦いになるかもしれないけど、俺たちに力を貸してくれ。もちろん。閻魔舞踏会の本戦に出場しよう。今から本戦か。頑張ろ。また連戦になるんかな。さあ、向かっていきますか。怖い怖い怖い。暴走してるチャーリーを止めてください。あ、待って、向こう側じゃね？あ、てかあれやん。飛べるんじゃない？飛べるやろ。ちょい待ってね。閻魔舞踏会鬼闘技場。ほら、いけるー。はい、到着。ふーみん、次も頑張るよ。まさか本戦まで勝ち進んじゃうなんて、君たち本当に強いんだね。本戦はこれまで以上に激しくなっちゃうよ。妖怪探偵団のみんな、心の準備はできてる？オッケー。ついに行っちゃうのね。こんなにドキドキするの久しぶりだわ。それじゃ鬼闘技場までお進みください。ご分お祈りしてるわね。ありがとう、ふーみん。楽しそうだな、みんな。閻魔舞踏会もついに本戦に突入しました。これより始まる準々決勝はこちらの組み合わせ。人間界からやってきた閻魔大王候補、魔導鏡の使い手たち、妖怪探偵団と。そっか、閻魔大王候補なんや、これに出とるってことは。怖っ。閻魔の意志を継ぐ者は、我ら元祖と本家なり。元祖本家大連合の戦いです。いいか、お主らにも事情があってのことであろう。しかし我が輩たちにも妖魔界を守る責任がある。ああ、そういうわけだ。お前らには悪いが、俺たちに王への道を譲ってもらうぜ。人間が閻魔などなれるわけがね。ここで俺たちを止めてやら。ま、ここでね、
人間がエンマになったらだいぶ歴史が変わってしまう。両者場内に揃いました。準備はよろしいですか？よろしいですね。では参ります。準々決勝スタートです。さっこい。まあ、きっと余裕で勝てるでしょう。牛気がメインなんや。ちょっとびっくりしたよ。さすが本戦だな。敵も結構強そうじゃねえか。でもシンたちは絶対に負けないんだから。大体山フェスティバルからのみんな変化スキル。俺が負けるだと？負けるだろ君は。メラメラ獅子合剣ペイン。負けた。とんでもねえなお前らは。速攻だな。人と妖怪の絆か。お前たちが、見えなかった。案外いいようになるかもな。頑張れよ妖怪探偵団。なりませんよ王には。めっちゃその気だけど。なんと準々決勝を制したのは妖怪探偵団だ。次準決勝やね。人間と妖怪の連合チームがここまで見事に戦うとは奇跡としては言いようがない。そしてついに準決勝で待ち受けるあのチームとぶつかり合う時が来ました。妖魔界の自由と正義を司るスーパーヒーローたち、マスターニャーダ率いるニャベンジャーズ。かわいい。妖魔界の平和は我々妖怪ヒーローが守る。新たな大王となられるマスターと共にな。私たちがもっと自由に活躍するためにこの戦い勝たせてもらうね。そうじゃ、わしらとお主らどちらが大王にふさわしいか、その実力見定めてやろう。それは私たちでしょう。両者場内に揃いました。準備はよろしいですか？よろしいですね。それでは試合開始。さこい。私らが決勝に勝ち進んでやるわ。かっこいいマスターニャーだ。かわいい。かわいいわ。あんなじいさまでエンマの塔を狙ってんのかよ。ちっちゃくても油断は禁物。気をつけてねみんな。お、白クマ交代。おいで。はい、白クマグレートか。からの、いてててて。悪魔的カチュアゲイ。てい。あー、ただのグレートやった。なんということでしょう。今大会決勝に進むのは人間と妖怪の連合チーム、妖怪探偵団となりました。果たしてこの最終戦どうなってしまうのか。やったー縁側。ついに決勝、いよいよ試練に挑む時が来たな。お前たちの言ってた次のエンマを救う手がかりも早く見つけられるといいんだが。次のエンマはどこにいたの？出てなかったよね。じゃあエンマにならんや。どういうこと？どこから現れるの？あの人は。ああ、でも今は支援を倒すことに集中しよう。この一戦はお前たちのためにやるんだからさ。なんかもしかしたら別のブロックがあったりとかしたかな。ありがとう。お前たち、支援を倒してみんなの魂を取り戻そう。おお。何？ウィス。ちょっとよろしいでしょうか。どうしたの？まあ、この戦い皆さんが無事に優勝したとして誰か一人は妖魔界にとどまる必要があるのでは。ん？だってこれエンマ舞踏会ですからね。優勝したら大王様にならなきゃダメなんですよ。あ、そういえばそういう大会だった。でも誰がエンマになるの？ウィス。皆さんは世界を救うのにお忙しいことですし、ここは一つ私がエンマになりましょう。いや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 。君戦いに貢献してないし。そりゃないだろ。だってウィスパーケイタの羊じゃん。ウィス？それはそうですけど、こんな時に限ってその話します？お前うちの下によく似てるもんな。大王っていうより羊の方が似合ってるぜ。ということはケイタが大王だね。え、もしかしてイツキ？よし。決めた。俺がエンマになってやる。え？
みんなの反応。そんな、いつき、本気なの？ああ。俺がエンマになって、シエンやソラナキみたいな悪い妖怪をきっちり成敗してやる。未来のエンマは一体何なの？ここで未来が変わったら結局あのエンマは存在しないの？どうなの？それに未来で消えちまったエンマを救う方法もきっと見つけ出してやるさ。それともここがあのエンマになるの？そういうことじゃないよね。え、どういう感じなんかがよくわかってないんだけどだし。いつきくん、シン、頑張ってくれよ。お前たちは俺の希望だ。それとも、次のエンマがあれなの？なんだなんだ？私も精一杯応援するからね。よし。任せてよ、いつき、タエ。エンマ舞踏会、絶対に優勝してみせる。てか、お坊ちゃま帰らんなりやん、家に。たまには帰るんかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次は決勝戦か。頑張ってこう。支援強いんかな？どんな感じなんやろう？もう、準々決勝、準決勝、余裕でサクッと来てしまったけん。あんま強いと思えんねえけど。